私が奈良マラソンの証書を作っていますね。私で6代目になりますね。私は自然のものを使い造形する職人であり、また一方ランナーでもあります。伝統っていうものが文化になって、また文化っていうのがまた伝統を育てていく、つなげていくサイクルになっていると思います。技を持った職人さんがいなくなってしまうと和紙作りも途絶えてしまうっていうふうに思ったりしますね。マラソンの場合やと体を鍛えていく、和紙の場合やと技術を鍛えていく、向上させていく、似たところですかね。僕たちはデザインするときに紙を使ってます。たくさんの線を引いてその中から綺麗な一本を選ぶっていう、ちょっと日本画チックな作業するのにやはり紙は適していると思います。自分たちは何のために靴を作っているのかっていうところはぶらさないようにしなきゃいけなくて、スポーツって絶対になくならないと思うんですね。今これだけデジタルに全て置き換わる、インターネットに接続されている時代ですけれども、決してなくなることのないものだと思ってますし、でそのスポーツがある限り僕たちデザインの仕事っていうのも絶対なくならない。今ある素材の相乗効果で一番最高のベストなものを作っています。それでも人が走るっていうのは、走ることの意味というよりも走った後にこれが意味があるんだと感じるみたいな、サウンドマインド、サウンドボディの感覚にの良さに気づいていく、すごいつながっていると思います。